お疲れ様です。今日は10月16日水曜日です。午前10時過ぎたところですね。去年の今頃はもう里芋の収穫をしていたんですけれども、今年はまあ猛暑の影響でまだまだ里芋が元気だよねということで収穫を後延ばしにしているんですけれども、まあこちら辺はですよ、ほらまだまだ新しい葉っぱが出てきてるんですよね。だからこれはまだ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 なんですけど、そうね、まああっちら辺とかあっちら辺はもうあんまり新しい葉っぱは出てきていないみたいなので、そろそろ1個試し掘りをしてもいいかなと思っております。そうね、どれがいいかな一番良さげなのはこれかな。これなんかもう良さげですよね。ここら辺はね、ここら辺もそろそろかな。あのね、親芋がすっごい大きく育ってるから、これは抜くの大変そうだな、抜くのがね。そしてこちら辺、さあこちら辺はどうでしょう。新しい葉っぱが出てくる様子もないですもんね。ということはもういいのかな。こちら辺もそうですね。そうね、やっぱ一番最初に見たやつをちょっと一本抜いてみようかな。そしたらじゃあ今からこれを抜きます。軍手するの忘れちゃった。軍手するの忘れちゃったけど、まあちっちゃいから大丈夫でしょう。よし、そしたら行くよっと。どうかな。よいしょ、えい、抜けた。おお、よいしょ、おお、はい、こんな感じでした。わあ、やっぱりあの小さい苗、小さい里芋からは小さいのしかできないんですけど、まあ、ちっちゃい里芋も好きなので、じゃあこれは今日も今から出らんといかんから、明日明後日食べようかなということで、まあ、ちょっとそこら辺に置いときます。はい、ここら辺に置いとこうかな。よいしょ、抜けたよ。あ、今から里芋の季節ですよね。はい、ということで、今年の初収穫でした。あら、かわいい。ご視聴ありがとうございました。